こんにちは、水中探検家ひろぶです。今回はですね、ウォーターワールド、秋田岩手の火山をお届けしたいと思います。ですね、なぜ火山かというと、ウォーターワールド関係ないかと思われるんですが、火山、水がなくてはできません。なぜかというと、プレートに、海洋プレートに含まれた水が大陸プレートの方に、入り込むときに水により融点が下がった岩石が溶けて、そして火山になるんですね。ということで、火山というのは水とすごい密接に関わってるということです。前回は、青森県の青森県の火山を紹介しました。その前は北海道で、今度は秋田と岩手を、両方一緒にお伝えしたいと思います。なぜ一緒かというと、この真ん中に奥羽山脈が通ってるんですね。で、この奥羽山脈が火山が、集中しているところなので、この2つの県を一緒に紹介したいと思います。それではですね、まずは青森県と一緒だった十和田湖ですね。まあ、ここも、前回、一緒にやったんですけど、この十和田湖、大きなカルデラになっています。それで、約3分の2ぐらい、そして、こっちの一番最後、この辺りがですね、秋田県エリアになったので、こっちも火山ということになっています。ものすごいね、大量の、火砕流とか、噴煙とか出た、すごい歴史的にもすごい大きい噴火をした、湖で、そしてそこの中に、水が溜まってできたのがこの十和田湖ということになります。はい、それでですね、今度はじゃあ、まずは秋田、北の方から行きましょうね。秋田、そうするとですね、ここにね、珍しい、この辺がね、白神山地って言って世界遺産になっているところなんですけど、この辺をね、広げてみるとですね、この田代岳っていうのがあるんですね。で、これ見てください。これ田代岳、これもね、火山なんですけど、これがね、すさまじく珍しくて、この山頂にですね、湿原があるんですよ。もうちょっと見てみましょうか。ここ全部ね、湿原なんですね。だから、東北の秋田の、アラスカとかそういう風に言われているところなんで、なんでアラスカっていう、多分クマが出るんでしょうね。道もこうあって、ここ散策できるんですけど、こういう山頂にこういうところがあるところっていうのはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。さらにその山頂の上に田代山神社っていうのがありますのでね、ここもちょっとクマを気をつけながら行くのも、なんかちょっと大事なんじゃないかなと思います。そしてですね、ここの中ね、この辺りって田代っていう地名がすごい多いんですけど、こっちにもですね、田代湿原っていうのがあるんですけど、あ、田代、猪苗代か、あ、違うな、この辺に、多分ね、猪苗代湿原かな、まあ、この辺りに駒ヶ岳、これだと思いますね。藤里町っていうんですけど、藤里町、田代岳っていうのがあります。か、これですね。で、この辺り、これも火山なんですよ。これもね、すごい綺麗な、火山でですね、撮影するときはここに、ダムがあるんですね。だからこの辺りの、このキャンプ場の辺りかなんかがいいんじゃないでしょうかね。このキャンプ場の辺りで、ちょっと方位を変えてみて、で、傾斜を変えてみると多分こういう風に行って、駒ヶ岳とかが見えるんじゃないかなと思います。もうちょっと下に行かないと思いますね。こうですね、これ駒ヶ岳だから、この辺りから湖でこの駒ヶ岳を入れて撮影するといいのが撮れるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ続いてですね、北、こう行くとですね、この辺にですね、ずっと下がっていくとですね、八幡平っていうのがあります。これも有名ですね、八幡平。これはですね、日本百名山にも入ってるんですけど、この山ごとが全部が火山になっています。そしてですね、この
このちょっとこの辺にドラゴンアイとかこういうカマイ沼とかあるんですが、これが多分火口の跡だと思います、沼のあたりが。で、ここにですね道がずっと通ってるんですね。ここずっとここがですね、立山にある雪の壁のところがあるんですけど、ここもね雪の壁がすごく続いて20キロぐらい、続いてるというところになっています。それでですねこれが、ね、もうずっとこう回ってみるとですね、ここの横に秋田焼山っていうのがあります。これですね、ちょっと待ってください、ね、秋田焼山、これも火山になっています。これはですね、多分、秋田県でも一番あの活動をしている火山なんじゃないでしょうか、ここはすごいね活火山になってますので、噴火の注意も必要だと思います。本当にねこの、八幡平ともつながっているような感じになっていますね、秋田焼山ですね。でそうするとねこの流れからいくとですね、あこっち八幡平、これが焼山で八幡平がこっちですね。この間道通ってるんですけど、このあとずっと下の方に行くとですね、まあ、この辺りも河口になってると思うんですけどね、八幡平の。そうするとねここずっと川が流れててですね、ここに田沢湖があるんですよ。で田沢湖これはですねやっぱりカルデラっぽい形をしているんですけど、これね火山だったっていう確固たる証拠が出てないという調査もあるんですね。ただこの下に、溶岩ドームが、発見されてるらしいので、やっぱり火山だったっていう、話もあるんですけど、正確にはどっちになってるかわからないっていうところですね。でなのでですね、これは火山とは言わないんですけど、おそらく火山だろうっていうのが田沢湖。そしてですねこれ、この辺り、この烏帽子山がね乳頭山っていうんだよね、多分乳頭山、多分乳頭山かなだと思うんですけど、烏帽子山がちょっと待ってくださいね、多分これが乳頭山、これも火山ですね。そしてこっちに行く秋田駒ヶ岳、これも火山ですね。これもですねもう田沢湖から見る形がすごくいい、多分この辺がカルデラになってるんじゃないでしょうかね。で、まあ綺麗な山になっててですね、これもね田沢湖をバックにして撮影すると、結構かっこいいので、この辺りからですね方位を変えて傾斜をこういう風に変えると秋田駒ヶ岳で、岩手山とかもこっちの方に見えるんですね。はい、でこういう風になっています。はい、なんかここも面白いんじゃないでしょうか。そしてですね、ちょっと、こっちの秋田の方に、田沢湖の行く前にこっち側ですね、秋田県のこの辺りにですね実はね寒風山っていうのがあるんですよ。ここですね寒風山もこれ火山なんですね。高さはそんなに高くないんですけど、こういう風に火口があったりして、でこのもう車でこう上がれちゃったりするのかな、まあとりあえず歩いたりするのがここに車で行けるのかな。で、比較的全部この駐車場とかもあるんで車で上がれちゃうっていう簡単に行ける、火山ですね。そしてここはですね男鹿半島なんですけど、ここ珍しい、ここに湖みたいな池が3つあって、ここも丸いんですね。これがですね、実はですねこれ目型っていう火山の跡なんですよ、ね、でもうちょっとこう近くに寄ってみましょうか。これ目型っていうんですけどね、この一番大きいのが1の目型、2の目型、3の目型で、大きい湾みたいなのが4の目型っていう風になっているんですけど、これも火口の跡と言われています、ね、この男鹿半島って意外とあんまり人は行かないんですけど、ナマハゲとかもって有名だったりするんで、ぜひ行ってみたら面白いんじゃないかなと思います。はい、そして、今度はちょっと、北の方から行くと言いながらですね、
岩手県の方全然やってませんでしたね。岩手県といえば有名なのがですね、ここです。岩手山ですね。岩手山です。これがですね、もうここ火山になってて、ここもうすごく、ここはね、今なんかちょっと噴火情報ちょっと危険になってるっていう、話もある、ところですね。で、片富士って言われてるんですけど、それはですね、このこっち側から見るとですね、本当富士山のように見えるんですよ。こう傾斜を変えてちょっと見ると、こう富士山のように見えるんですね。岩手山なんかこういう風にして、こういう風に見えるんですけど、これをどんどんこっち側の方に行って、青森の方から見たりすると、こうですね、こう片富士って言って、鳥海山みたいな形になって連なってる感じになるんですね。で、八幡平の方とかあっちの方に行くので、これがあの岩手の片富士って言われてるのが岩手山ですね。はい、ここは注意が必要です。だからこの、八幡平、岩手山、それからこの、焼山のこの辺りはやっぱり火山、まだまだ、すごく活発なところだと言われています。それからですね、実はですね、岩手県ってこの奥羽山脈以外ではそんなにないんですけどね、どこだったっけな、この辺りだったかな、これかな、七しぐれ山っていうのがあるんですよ。多分これがこれだと思いますね、七しぐれ山。ここは高原になっているんですけど、多分これが七しぐれ山だと思うんですけど、七しぐれの、ここもですね、昔の火山になってて、この辺景色がいいので、ぜひ行ってみたらいいんじゃないでしょうか。盛岡からもそんなに遠くないので、八幡平と次のやつ、こっち側に七しぐれ山っていうのも、これ火山ですね。ただ古い火山なので、今すぐ噴火の心配とかはないんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今度ちょっと南の方に行ってきますね。そうするとですね、この南の方はですね、火山とか、まあ、いないんですけど、どこだったっけな、この方にも、ですね、栗駒山っていうのがあるんですけど、これは、岩手、秋田、そして宮城に連なっているところで、これは大きな火山になってますね。栗駒山 SDT で、これで、この辺り昭和湖とか、この辺りがやっぱり旧噴火口とかになっていますので、この辺りはすごく、注意が必要なところで、その横に焼石山っていうのがあるんですよね。秋田焼石山、あったここですね。ここも岩手になってますね。焼石山でよかったのかな。この辺もですね、火山になっています。ここもすごく、ちょっと、有名で、多分この辺の沼とかが噴火口とかになってるんでしょうかね、になっています。そしてやっぱりこの焼石山と栗駒山。栗駒山はですね、そんな有名じゃないんですけど、地元の人は有名で、まあ、八甲田山、それから、まあ、鳥海山、月山、それから蔵王に次ぐ山ぐらいに言われてますね、火山。あとは早知根山、岩木山、岩手山、この辺りが有名な山になっていますね。もう一回ちょっとこうぐるーっと栗駒山の辺りを見てみましょうか。で、次の宮城山形でも紹介するんですけど、このそばにですね、有名な温泉街があります。それはね、宮城の方でお伝えしたいと思います。で、あとですね、こっちから今度山形の境の方に鳥海山っていうのがあるんですけど、その前にですね、こう行くとですね、どこ
だったっけな、古い火山がねあるんですよ。この辺りかな、高松岳っていうのがあるんですけど、地名がないんだよな。この辺りに高松山、高松この辺に高松岳っていうのがあって、これも火山になってるんですね。高松岳、そうすると高松岳と、それから小比内岳、あ、高松ってあったんで、これですね、多分高松岳、これも古い火山ですね、約30万年前ぐらいの、火山になってます。それからですね、そうするとこの道を境にもう一個と小比内山っていうのもあるんですけど、これも、多分この辺りの山なんですけど、これも多分火山なんですね。それで、まあ、あの湯沢のあたり、あとね兜山っていうのもこの辺りって火山なんですけど、まあ火山が、古い火山が何個かあります。多分小比内さんが湯沢町だからこれだよな。で池があって、兜山っていうのがこの辺りだかな、この辺にも火山があります。そしてやっぱり、有名なのが、まあ、秋田と山形、あの大体のところは山形で説明するんですけど、僕が大好きな山、鳥海山ですね、2230メートルぐらいあるんですけど、まあ、山頂とか噴火口っていうのは秋田側にはないんですけど、まあ、すごいいい山で、海からそのまま上がる、山っていうことで、今度は山形の方でも、じっくり説明したいと思いますが、そんな感じになっています。意外と火山があるんですね。それで、ちょっとやっぱり活火山と言われている、秋田焼山とか、岩手山、その辺りっていうのは、やっぱり乳頭山とか駒ヶ岳の辺りっていうのはやっぱり危険度はちょっとあるんじゃないかと思っています。いろんなハザードマップなどを見て、それから火山があるということは、火砕流とか流れた跡があるので、火山じゃなくても台風とか大雨の時は、すごく土砂が積もっている場所でもあるので、土砂災害とかにも、気をつけていただけたらと思います。それでは、ウォーターワールド秋田岩手の火山終わりたいと思います。ありがとうございます。